座オ橋は、新潟県長岡市の信濃川に架かる、橋長808.0メートル、福音12.5メートルを有する国道352号の、桁橋。初代の橋は1958年に竣工され、現在の橋は1994年11月、竣工。2車線で両側には歩道を有する。東京寮の下流側には、北陸自動車道の信濃川橋が、 上流側には国道8号長岡バイパスの長岡大橋が架橋されている。初代座王橋は延長815メートルの橋梁で、共鳴の由来は昔、長岡に隣接する幕府領座王村があり、長岡城築造以前には全国的にも珍しい平城の座王道場があったことなどにちなみ、座王橋と命名された。古くは座王牧山の往来は、 私船により行われていたが、1921年頃から発動機を取り付けた都線の営業が行われ、その後県道に認定され、都線も県営となったため無料開放となった。産業の発展に伴い交通も活発になり、1928年に県議会で座大橋の仮設が議決され、翌年には流水部の橋脚が完成したものの、 満州事変等の影響から物価高となり、工事は、父として進まず、1936年にようやく、トラス橋部分が完成し、両端に木造の車路を作って、供用を開始した。その後、洪水に見舞われ、木造部の流出や通行止めなどの被害を再三に受けたため、1952年に、左岸側を、1957年には、右岸側も、 コンクリート橋に改良した。30年間の長期にわたり完成された座王橋も車両の大型化や交通量の増大、さらには老朽化もあったため、旧座王橋から信濃川下流川の位置へ新たに橋を建設し、1988年度に橋の本体工事に着手し、1994年に現在の座王橋が完成し供用開始となった。 旧座王橋を共用中に、現在の座王橋を建設したため、こう描く形で両端の道路に接続する造形となっている。ありがとうございます。